FM ロワンから始まる沖縄県のサッカーを盛り上げていこう、えー、7月20日 <laughs> 水曜日 <laughs> 時刻は午後10時を回りました皆さんこんばんは沖縄県のサッカーを盛り上げていこう、えー、パーソナリティーの川村とでございます ね、あの最初からちょっとくすくす笑ってしまいましたけど <laughs> 今日失敗してなかったなって思いながら <laughs> 普通なんだけどね本当は <laughs> 申し訳ないです <laughs>、はいえー、今週今月か今月はあの、えー、沖縄県の作家を盛り上げていこう、えー、久々に、ね、ですねあの月でちょっとお題を決めて、うん、キッズカテゴリーっていう沖縄県内のねキッズカテゴリーっていうお題で、えー、進めていますが今週もですね、えー、先,週先々週に引き続き、えー、ゲストの方に 来ていただいております。はい、改めまして、こんばんは。あ、ごめん。やっぱりミスった。マイク入れてなかった。<laughs> は,いはい、は、え、い、ー、大丈夫です。はい、今週もですね。ac クリアの代表ヨえ、嫁さんに来ていただいてます。改めましてこんばんは。もう。うもう3週目はさすがにもう慣れてきました。いや、緊張してますよ。<laughs> 本当ですか？さっき。 今週は歌ってもっててても話してたじゃないですか <laughs> 番組の後半に <laughs>。まあね、あのー、コーナート的にもちょっとゲストさんが来るのがね久々で、あの先週、先週、あ相変わらずのちょっとグダグダで進めていましたけど、まあ今週もね、あせっかく、ね、ゲストさんが来てるので、えー、県内のこのキッズカテゴリーのお話を、えー、メインになんだけど、まあ 毎週のようにね脱線しながら今週もお話ししていきたいと思いますので皆さんよろしくお願いしますねはい、えー、沖縄県のサッカーを盛り上げていこうはサッカーを中心とした情報バラエティ番組でございます、えー、沖縄県のサッカー情報はもちろん えとですね、日本代表からフットサル、ビーチサッカーそして女子サッカーやキッズまであらゆるサッカー関連のお話の中毎月お題を決めてワイワイ楽しく会話をしていきましょうというまるで居酒屋さんで飲んでいるようなゆるい番組でございます、えー、午後10時半までどうぞお付き合いくださいよろしくお願いいたしますこの番組はあなたの専属トレーナーになりますエフラボ接骨院真心ビビでご提供居酒屋魔純反乱注意のハンバーガーショップチムフガス 以上各社の提携でお届けいいたしますよはいえー、今月はですね沖縄県のキッズカテゴリーというお題でね、えー、進めていきますので皆さん、ぜひ、ね、ご参加していただけたらなとお、ねえー、思いますよ。ぜひよろしくお願いしますね。ねははい、はい一応、ですねちょっとちゃんとさ。 今週はあのお題に沿ってさ <laughs> 番組進めないとなと思っていますので早速なんですけど、まあえー、先週先々週からかこのお題でやってるんですけどあのいろいろねヨナさんとお話進めてきているんですけど改めてですよヨナさん、はい、あのこの、まあ、沖縄のちょっとキッズカテゴリーの、はい、なんていうんですかねえー、と環境を踏まえてさいろいろ変わってきてる。 この現状あると思うんですけど改めてこの沖縄県のこのキッズカテゴリーこのうーんキッズカテゴリーって10歳以下なのかな大きく分けるとでこの子たちがえサッカーを始めるにあたってですよあのこのちょっと意識していた方がいいというかあのこういう気持ちを持ってサッカーに接してくれればなっていうような部分ってありますか はいはい、基本的には楽しむはいう、はい。いう,うんうん。なるんじゃないでしょうか楽しんでくれればね一番あのー、上達への近道っていう部分もありますからね。う,ねうーんんそっかかここののクリアで子子供なんかが子供ながが

実際ね、あのー、小浜家の子供もたちも、ね、参加させてもらってる部分があるんですけどそうですよねなんか練習に合わせていろんな曲をこのアップテンポの曲だったりゆるい感じの曲だったりって流しながら練習やってますよね。と、はい、ちょっと待ってくださいよ、あのー、コメントがね音声出てますかっててまますすかっやっぱちょっと聞こえにくい感じですかね皆さん。えー スタッフ <laughs> ちょっと待ってくださいよここでちょっと早いけど一度 CM 入れておこうかなちょっと待ってくださいねすいません一旦ちょっと CM 入れてしまいましょうね。 <No> OK ね、のあの <coughs>。すいません。んんはいはい。<laughs> すいませんね。<laughs> <laughs> なんだかでいいだから。 今週も <laughs> バタバタしながら、えーっとですね、今、はいえー、スタッフさんに調整してもらって改めてあの音声出てるかなと思うんですけどすいませんねあのき,っときっと俺の日頃の行いが <laughs> 申し訳ないです,、えーっとですね、こんな話をしているうちにいくつかコメントが来ているのでこれ先に読んでしまいますか、えーっとですね、マイイさんお、今週もありがとうございます。 はいこんばんはいいすこんばんは国体負けたねそう負けてましたねこの情報今日おしゃべりするつもりなかったんですけどありがとうございます <laughs> そうそう負けてましたね、えー、2対2からの PK でしたっけということで来てますねあそっかマイさんからも始まってる音声出てますかってコメント来てましたけど大丈夫です今来てますかヨヘナさんちょっと喋ってみてくださいこんばんはあ大丈夫マイクがオフになってました <laughs> まあ初歩的なあのー、<laughs> すいません、ね、あのきっと俺の日頃の行いが <laughs> 申し訳ないです。<laughs> あと脳内打ちさんからも、えー、今日も来たよ、はいもういらっしゃいませ、ありがとうございますね。えー、この時期は野球が押し気味、えー、しゃあないかーって、あ風嘉手納高校の皆さん、甲子園おめでとうございますって、おめでとうございます。初なんだよね風名ね風すすごい職場にさ 勝手な高校出身と三郷工,工業出身の人がいたんだけどバ、うん、バチバチししてましたね <laughs> いやもうね <laughs>、あのー、高校サッカーもねこれぐらいの勢いでねちょっと盛り上げてくれたらなと思うんですけどね、うん、そうですねはいえっ、ー、と萬衣さんから来たよへなさんって <laughs> はい今週も来てますもう来週は萬衣さんも一緒にここでね <laughs> しゃべっていただければなと思うんですけど すいませんね。もうあのー、なんか単純なオンオフでちょっとはい、はい、あのルーチームにいさせてしまってます、ね。申し訳ないです。<の> <laughs> 結構喋りましたね。ねだからね <laughs> もう本当にこれ、ね、ちょっとちょっといいこと喋ってたのにね。ね <laughs> 全,然全然全然。あのラジオ周波数的には問題なくちょっと声が聞こえてたらしいんですけどはいすみません申し訳ないです。はい改めまして改めましてでいいのかなあのー、はい今週はですね。 <laughs> AC クレア代表のヨエナさんに、えー、来ていただいて一緒に、えー、お話ししていこうと思ってますよ皆さんよろしくお願いしますねはいよろしくお願いしますは野田口奈川さんからも多分そうだろうと思いました <laughs> <laughs> すまん <laughs> あとマーイーさんからも1万人サッカー祭り、えー、なんとあのヒップホップアーティストロデオがどなんだなんだ何これロデオという人が来るの <laughs> 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 一応さ、一万人の情報は一応今日はお話ししようと思ってて、あのー、はい、えー、いました。えー、FC リキューのね、えー、毎年恒例であります全島一万人、えー、祭り、えー、サッカーのこの日の、ねえー、試合にね向けて一万人を集めてあのー FC、リキューを応援しようという企画なんですが、あの七、ー、月三十一日、えー、日曜日、えー、今度の今度じゃないか来週か 次の次の日曜日に、えー、あります、えー、セレスソ大阪の、えー、23歳以下のチームとの対戦が、えー、7月31日に、えー、これは喧騒だったかなあります、うんうん、で、あのー、試合開始時間も、えー、夕方の5時からのキックオフなのでぜひね皆さん,ん応援に行っていただけたらなと思いますよ実際この何年この企画って何年ぐらいやってるのかなでも 大きな声じゃ言えませんがまだ1万人達成したことがまだないはずなので今年はぜひコーナーとも行こうと思ってますのでうん行ってくれたらなと思いますよ、皆さんねぜひ県内のねえトップですのでね FC 琉球がうんみんなで一緒に応援していただけたらなと思いますよ。あとですねマイさんからさあ来いサッカー情報来いって <laughs> あと相、ね、馬プレイヤーも九州リーグ勝ってるよそうなんですよ相馬プレーヤーのさん<ー>よし負けんよ、今日 <laughs> 誰と戦ってるのって相馬プレイヤーの,あの試合もねあのやってて今九州リーグがピーチサッカーのほう、はいえー、行われていまして相馬プレイヤーも県を、ね、代表して戦っていますが。はい、あのー この7月の、ね、17日にまた、えー、福岡の方で、うん、九州リーグがあったんですけどそこで相、ね、馬プレイヤーも活躍しているようですで、あのー、沖縄県での大会もあーリーグもさ、あのー、時節かなありますのでこれがちょっと1ヶ月先なんですけど8月27日の土曜日と8月28日の日曜日に、あのー、沖縄県の、えー、西原町の方で、えー、これはキラキラビーチになるのかな向こうでの、えー、会場が。 で、あのー、相馬プレイヤーの試合が、えー、ありますので、またできるかな、できればね、この時ぐらいまでに、あのー、ゲストさん、また入れながら、うんうん、あのー、このお話し,していきたいなと思いますのでね、はい、もうよろしくお願いしますね、皆さん、えー、っと、マイさん、えー、信号出てなかったねって、信号って赤嶺選手のことかな、今日出てたよ、はい、<laughs> あれ出てなかったかな、きょ今日今日,あ,今日あれです、今日 J リーグがあって、あれ 出てなきっと、きっと俺の情報よりはマイさんの情報の方が正確だと思います、ねもう。すみません。ありがとうございます。<laughs> えっとね、あとですね、あのー、そうそう、きょうはあのー、<laughs> キツカテゴリーのってお話で進めていくって言ってたのに、相変わらずちょっと脱線していますが、あの改めてですよ、エッシー、SC、クレア代表の米田、えー、さんに。 え少しお話、えー、聞きたいと思うんですけどあのーはい、さっきねちょっといい話ちょっと番組サッカー番組っぽいなーってお話ちゃんとしてたのにねそうですねまあ <laughs> いい話したからカットって感じ、ね、カット生放送で <laughs> はい改めてあのー、再度、えー、お聞きしたいと思うんですけど、はいあのー、この県内のサッカー でまあ、大きくね FC 東京をはじめいっぱいあの変わってきてる部分がある中で、はい、あのこのキッズカテゴリーの、えー、クラブチームだったり、えー、この学校のねチームだったりっ、はい、いろいろ本当に大きく環境が変わってきてると思うんですよ。で、あのー、やっぱりサッカーを始めるこのキッズたちに向けてですね、はいあのー、こういう気持ちで、うん、サッカー始めてもらえればなっていう部分があればヨヘナさん教えてもらっていいですか いや子供たちに関しては、まあ、サッカーが好きだから始めるんでしょうしうん、うん、サッカーが楽しいから始めるそれは誰でも一緒だと思うんですけど僕たち指導者に関して言えば、はい、子供たちを常に楽しませることが一番求められるんじゃないかなと。うんうん、これははっっきり言って キッズカテゴリーだけにかかわらずにえっ、ー、とすべて五年代じゃないですかねうん、うん、ああそっかそっかうん、もうロナウジーニョみたいにねはい、はい、サッカーを楽しんでるっていういすごいっすよねレベルまであのいくうん見ててもやっぱ楽しいしそうですねロナウジーニョはなんか子供のようにキラキラしてますからねそうですよねああ、そっかそこがやっぱり原点じゃないですか 楽しいからやっぱりり続けけられるる、うん、苦しいいことも乗り越えて指導者にやっぱり必要とされるのはうん、うん、もちろんスキルを教え込むっていうことは大切かもしれないんですけども、はい、子どもたちが楽しみながら知らずにスキルを習得しているっていうところをやっぱりもっと追求して。 やってほしいですね。すごいですね。AC クレア、そんなことしてるんですか。僕たちは基本的に、そういった目線で考えてます、ね。<laughs> ああ、そっか。キッズカテゴリー。うーん。いろいろ大変だと思うんですけど。やっぱりそうですね。子供たちが一番。あのー。楽しんでね。やってくれることが、やっぱり。一番のこの。成長になるんですかね、やっぱり。うん、そうじゃないですか。やっぱり。ただ、それを考えることが、指導者に求められることじゃないですか。はいはい、やっぱりスキルを教え込む。 はい、これはこうだって決めつけて教え込むことも当然大事ですけどうん、うん、楽しいゲームもしくは楽しい練習をしながら、はい、自然と知らぬ間にキックだったりトラップだったりドリブルが上手くなっていたっていうことが大切なんじゃないですかうん、うん、やっぱこれは本当に指導力のスキルうん、うん、いかに子どもたちに楽しませながらこの本当の目的のスキルを習得させるかっていうところをやっぱり考えてないとただの。 はいトラップやれとかキックやれとか、うん、こんなやって蹴るんだっていう指示になっちゃうんじゃないですか。やっぱり指導者で技術があっても、うん、その技術を子供たちに伝えるのって不可能なんですよ。すね、俺には無理です <laughs> あのいやどんなに技術ある選手が技術を見せたとしても、うん、神経つながってないんで、うん、僕の神経と子供の神経はつながってないので。うん そ,っかその感覚って伝えられないんですよだから子供自身が感覚をつかむまで練習をしなきゃいけない、うんうん、じゃあ練習をするためにはどうしたらいいかっていうとやっぱり好きだし うんうん、楽しいしそうですね続けられるような、うん、やっぱり環境を大人が作っていかないとはい、はい、子供は途中で挫折しますよね、うん、まあ大人もそうですけどね <laughs> そっかそうだね大人も挫折するのにね子供が挫折したらって話に、ね、子供の方が本当は弱いんで、うん、そっか俺心折れまくりだからねそうですねあの楽しむこのやっぱりね好きで始めるはずなので,でそこでやっぱり楽しみっていうのを あの覚えてもらってね、でやっぱりさッカやってるだけでやっぱり楽しい部分はあるんですけど、子供たちからすればね、まあ、大人もやっぱりそうなんですけど、あのゴール決めただったりで、うん、いいプレーができたということで、はい、よりよく楽しくなっていけば、やっぱり、って上がりますすからねねそうで気持ちの問題っていうのは、すごく、はい、あるんじゃないですかね。ーおー内縄さんはい五輪代表の南野と 室、えー、屋,村屋実は幼稚園から小学校時代まで同じ大阪府の、えー、すごいな、ね、少年サッカークラブでプレーしてました、はい、<laughs> あの「野上うさん今度サインください」<laughs> <laughs> <laughs> あれって言ってたよ、あのーえー、とモーニングエイトでお,お話ししてたあの林さん泉さんの,あの弟さんも、えー、同じくこの仙台育英でサッカーやってて今怪我してサッカーやってないって言ってたんですけどあのー 柴崎選手だったりこの村井、えー、選手と、うん、一緒にちょっとプレーとかしてたって言ってました、うん、はいで俺もはい泉さんにサインくださいって <laughs> 遠いけどさ <laughs> であと舞依さんから、えー「そこだよね」って親にさせられてる感もあるし、えー、親の応援がやじに聞こえる時もありますからねってああ<ー>それを一番やめたほしいですね,そうですねうーに外部コーチで携わることはうん、うん やっぱりメインだったんですけども、うん、やっぱり仕事上あの監督っていうのは引き受けられなくて <laughs> そうですねだから外部コーチとして入ることがやっぱり多かったんですけどもうん、うん、やっぱり試合の時に、うん、まもちろん練習は厳しいことも大切かもしれないですけどはい、はい、試合の時に自分の生徒を応援してるあ 自分たちチームの生徒が生徒の文句を言ってたり監督が生徒の文句を言ってたり親御さんが生徒の文句,を言,っの文句を言ってるあの言われる側の立場に立ってくださいあの文句言われてやる気が出る子ってごく一部です何くそって思う奴はごく一部で大体の人がいい風に思わないですねやっぱり応援され 苦しいときに応援って大事なんで苦しくミスしたときにこそ励ましてくれるチームメートだったり監督だったりコーチ親御さん周りのサポーター皆さんがいて初めて選手って走るので自分のチームをどんな理由があれよほどのことがない限りですよあのけなすのはやめましょうとにかく子育てしてるんで励まして応援してやりましょう。 この辺がね。ちょっとあれですよね。あのー。指導者としての。なんだろう？この大きな問題が出てくるのかもしれないですけど、この教えてると叱るとこのなんだろう。ただ単に怒ってるはもうやっぱり愕然と違いますからね。はい、そうですね。うん、もう怒ってしまったら、まあうん、あのー、その大人の器がそこまでっていう <laughs> ことです。うん。あ、心が痛い。そこを。<laughs> やっぱり器の大きい人は怒らずに解決ができるそれは子育ても一緒なのでそうですね本当にそれはもうつくづくやっぱり感じますね僕たちもあの不完全なのでやっぱり感情的になる部分もありますけどやっぱりそれを改めてやるっていう姿勢は常に持っていた方がいいじゃないですか、ね、そうですね子供に教えながらも自分なんかが教わる部分っていうのは何気に大きいですからね。うん、そうです でも一番さ最初にこ米田さんがお話ししてたように子供なんかが楽しんでる部分っていうのを俺らは、まえー、目の当たりにするじゃないですか、はい、それは、一番この子供なんかに教えられてる大きな部分かもしれないですねそうですねもうこいつらが楽しんでる楽しんでるのを見て目キラキラ輝,せ、はい、輝かせてるのを見てやっぱりうんいろいろ、ね、やっぱり思い出す部分ってありますからねねそ、うん、そううでですすね。う コメントがまたいくつかマインさん山内の純子さん新聞に載ってたねって <laughs> 誰だろう純子さん多分、うん、分からないけどうん載ってたな。<laughs> <laughs> えっとブルガリさんええー、もファンキーだぜ俺ファンキーかな大丈夫あどうもこんばんは <laughs>、えー、野内内奈々さん、えー、この話題今朝のスポーツ新聞に載ってて初めて知ったよってあ<ー>泉さんの弟、えー、仙台育英じゃなくて村と同じ青森山あごめんごめんそっか青森山田だ <laughs> <laughs> 俺の <laughs> <laughs> 俺の, <laughs> 俺,の <laughs> 俺の情報が <laughs> <laughs> すいませんねそうそう言ってましたはい であとマイイさんも、えー、クラブチームも沖縄にも、えー、増えてもいいと思うけどねーってああもっとってことかな <coughs>、まあ、いろいろね、まあ、変わってきてる部分あるんですけどこの、うん、いいところも悪いところもさまたここでいろいろお話しできたらなと思いますので皆さんまたね参加してもらえたらなと思いますよ。 というお話をしているうちにだいぶね、また脱線していたので、いくつかをちょっとお話ししておきたいことがあってからさ、あの先週もちょっとお話ししてたんですけど、えー、熊本震災復興支援チャリティーマッチ、うん、ビクサーレ沖縄の FC ナビータ、えー、プロデュースで、今、あ、度、のー、さん、ん7月23日の土曜日と24日の日曜日に、と、え、も、ー、にですよ、えー、南城市陸上競技場にて午後4時からキックオフで、うん、チャリティーマッチがあります。であの大人は1000円 中高生は500円で、えー、未就学生児童は無料で、うん、あの会場に入ることができますのでね、ぜひ皆さん、あの行って、うん、チャリティーマッチをちょっと楽しんでいただけたらなと思いますよ。でもう一つ、危ない危ない、これをね、がっつりしっかり話ししておかないといけないかと思いますよ、えー。平成28年度全国高校、えー、総合体育大会のサッカー競技、高校生の部ですね、えー、今度の27日だから。 あ来,週か来週、来、え、週、ー、ありますこの水曜日になるのかな、えー、那覇西の1回戦が、えー、7月27日に、えー、ありまして、あの対戦相手が、えー、神奈川の第1代表の、えー、横浜、これ、総合でいいのかなとの試合があります。まあ、来週のちょっと番組では、えー、結果だったり、うん、お話できると思いますので、ぜひね、那覇西、頑張ってもらえたらなと思いますよ。皆さん応援よろししくお願いいいますねはい、はい とということで今週もいろいろお話ししてきましたが、えー、ロスタイムがですね残り1分半少々となってきました、えーはい、今週もですねお付き合いいただき本当にありがとうございました、もう先週、先々週に引き続き AC クリアのひろひろさん、<laughs> あの一人、一人ルーチームにさせるというアクシデントがありましたが申し訳ないです。<laughs> <あの S 1> <laughs> また、ね、来週まではあの県内のキッズカテゴリーというお題で、ねはい、あのお話ししていきたいと思いますので、また来週もぜひ来ていただけたらなと思います。よろしししくおお願願いいいまますすねはい、もう今週も、ねはい、あまりおしゃべりしたいことをしゃべれなかったと思いますが、<laughs> <laughs> すいませんね、申し訳ないです。<laughs> えーっとですね 今週も、あのー、いっぱいちょっとコメントいただきました。皆さん、本当にありがとうございます。もう久々にね、こんな感じでちょっとお題決めておしゃべりするのもいいのかなと思うんですけど、また来週をね、ちょっと完結編とまで言わないですけど、きついカテゴリーのお話し,していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はいはい。えー、じゃあ、今週はもうこの辺で、えー、終わりたいと思いますよ。この番組は、あなたの専属トレーナーになります、エフラボ接骨院。 まごころびみでご提供居酒屋まじゅん反乱チュンのハンバーガーショップチムフガス以上各社の提携でお届けしましたよ、えー、今週もね両平さん、えー、はいありがとうございましたまた来週もよろしくお願いいたしますはいまた来週もよろしくお願いしますおーいじゃあ皆さんまた来週です